暮らしやすい街にしていきたいという思いから始まった中区クリーンアップデーですが、今年で12回目を迎えることとなりました。桜木町駅をスタートし、ゴール地点の大通公園を向かいまして、横浜を代表するマザーポートエリアを一斉清掃します。ゴール地点では横浜市の水浜っ子同士をご用意しております。清掃用具の返却時にお受け取りください。それでは中区長の竹前よりご挨拶申し上げます。竹前区長、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。おはようございます。一昨日ぐらいからすごく心配してました。この天気が雨という予報だったので、昨日もですね、午前中は降るんじゃないかという予報でした。見てください、なんと持ってます去年は非常にいい天気で、もう暑いくらい、熱中症にご注意くださいっていうご挨拶をしましたけれども、今日はそういう心配もなくですね、風も止みました。皆さんの熱い思いが多分天に届いたんだと思います。本日よろしくお願いします。この回は先ほどご紹介もあったように、区政80周年を記念してですね、行われたということで、今年で12回目、1日も雨が降ってないそうです。素晴らしいあのイベントなんですね。やはりここにお集まりいただきました、横浜が大好きで、横浜を愛して、そしてきれいにしようという皆さんの思いがずっと続いている、こういうイベントでございます。折しも皆さんに今日生じしていただくところはですね、日頃から来会者の多いエリアでございますけれども、来年ラグビーのワールドカップが横浜で開かれます。また再来年にはいよいよですね、東京2020オリンピックの野球ソフトボール、これが横浜スタジアムがメイン会場になりました。世界中からですね、この横浜にお客様が来ていただくことになりました。まあ、そういうことも含めてですね、この横浜をきれいに、そして素敵な街に、世界中からですね、来ていただく方々におもてなしと、そしてこの街にまた来たいなというふうに思っていただけるように頑張っていきましょう。今日はよろしくお願いいたします。竹前区長、ありがとうございました。ここで本日ご参加いただく団体、企業様をご紹介いたします。アイラブ横浜の皆様、美しい港町横浜を作る会の皆様、 SBJ 銀行横浜支店の皆様、川本工業株式会社の皆様、財務省関東財務局の皆様、高砂熱学工業株式会社横浜支店の皆様、イーテクの株式会社の皆様、日本マクドナルド株式会社の皆様、中区環境事業推進員の皆様、続きましてご来賓の方をご紹介いたします。横浜市会議員福島直子様、おはようございます。皆様おはようございます。貴重な土曜日の朝にこうして大勢の皆様がお集まりになりまして、横浜をきれいにしてやろうじゃないかということで、私も皆様の心に感じて馳せ参じました。ご一緒に、きれいにして、素晴らしいこの横浜をますます輝かせていただきいきたいと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。福島様、ありがとうございました。それでは当イベント共催団体のアイラブ横浜より、本日の清掃活動の注意事項などをご説明していただきます。アイラブ横浜の佐藤代表、よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。お天気ネタの話をしようと思ったんですけど、先に区長に言われてしまいましたので、その部分は割愛をしたいと思います。まず皆さんにお願いがあります。3つ呼びかけをしていただきたいというところですね。1つはチームメンバーに、ちょっと体調悪そうな人とか、足取り遅い人とかいて、ちょっとね体調悪そうで大丈夫かなっていう場合がありましたら、ぜひ声をかけてあげてください。無理なく安全無事にゴールするということが大事ですんでね。そして2つ目は、今度はチーム全体に、後ろから自転車通ります、人が通ります、車来ます、これをみんなで呼びかけ合って注意を促していきましょう。
今回お子様も多かったりしますんでね、あの皆さん黙々とゴミ拾いをしてしまうと思います。環境事業推進員の皆さんとかはもうものすごく一生懸命やられていくと思いますし、あの、神奈川アスファルト合材協会さんのお子さんたちとかもあの一生懸命やってしまうと思うんで、みんなで声の呼びかけをし合っていきましょう。そして3つ目の呼びかけ、これは、道行く人たちに対してです。あの、ある意味イメージとしてはあの尾瀬の山に山道のようなイメージで、道行く人たちがいたらこんにちはって声をかけてみてみましょう。街をきれいにする、ピカピカにするというところ、これも大事ですけど、この街に元気を皆様が振りまいていただく、こういったところの要素も、大事な、このイベントの要素かなと思っておりますので、ぜひ仲間にチームにそして、街全体に呼びかけをしていっていただければなと思います。そしてですね、あとは今日お子さんいっぱいいますよね、子供の皆さん、トング振り回さないように皆さんちょっと注意を呼びかけてあげてください。あのついついね、あの久しぶり珍しいものだったりするんで、トングを振り回しちゃったりして人にぶつけたり、あの物にぶつけたりはしないようにしていきたいなと思いますんで、そこの部分だけ注意していただければと思います。そして、日頃からお父さんお母さん一生懸命頑張ってると思うんで、周りの大人たちも、子どもたちの動きを見ていただいて、ちょっと子育てのご協力をいただければなと思っております。こんな感じで、皆さん、いっぱい集まってイベントをやっていくわけですけど、何はともあれ安全無事にゴールにたどり着くということが大事だと思いますので、ぜひチーム一人も逃さず、ゴミも逃さず、楽しくやっていただければと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。佐藤代表ありがとうございました。それでは清掃活動を開始する前に記念撮影を行います。竹前区長、福島様、佐藤代表、スウィンゲート委員は演台の前にお願いいたします。なお、撮影した写真につきましては、活動報告としてロゴ及び構想室に掲載させていただきますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。